立憲民主党の辻元清美代表代行が衆院選で地元で第一声を発したとのことですが、勘違い発言でツッコミが殺到し大炎上しているようです。辻元代表代行の発言と辻元代表代行の地元の評価、世襲批判におけるブーメランなど、ネットの辻元代表代行への辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。27日投開票の衆院総選挙が15日公示され、立憲民主党代表代行の辻元清美参院議員は地元の大阪府高槻市で第一声を発しました。大阪10区、同市、同府三島郡島本町に同党公認で出馬する尾辻かな子元衆院議員の応援に駆けつけ、私、辻元清美は2年前に参院議員で国会に送り返していただきましたので、尾辻かな子さんにバトンタッチをして、今日からいよいよ戦いの火蓋が切って落とされます。辻元にいただいたご支援の輪を広げていただいて、尾辻かな子が国会に戻っていけるようにどうぞ皆様よろしくお願いいたしますと語りました。辻元議員は主に裏金問題と世襲の制限などを強調。大阪10区には尾辻氏のほか、日本維新の会の池下卓前衆院議員、自民党の加納洋之助氏が立候補しているが、自民党の候補者は元国会議員の娘婿で、そして国会議員でもないのに裏金に関与していたんです。パーティー券を売って裏金をもらってたんですよ。そして維新の現職、親子孫三代高槻の市議会の議長をして高槻を仕切ってきた、ピカピカの世襲やないですかと言い、今回あの裏金で50億円を5年間領収書なしで使ってきた二階さん、引退される言うてやっと引退すんのか思ってたら、次また息子、和歌山2区の自民党、二階新安氏出してくるんですよ。なんでかわかりますか？歴代世襲がずっと親の代、孫の代に続いていくのは利権の甘い汁を吸い続けようとしているからじゃないですか。こういうのは元から立たなきゃいけない、と強く呼びかけていました。その上で、尾辻は全然世襲ちゃいます。信頼できる仲間で一緒に運動を作り上げてきた、そんな尾辻さんにバトンタッチをしていきたいと思ったんですと説明。尾辻氏の介護の現場に従事していた経験と、国会議員として初めて LGBT であることを公表したということを踏まえ、辻元氏はこれから介護と改良とか福祉の問題非常に大事ですから、あとジェンダー平等、 LGBT 当事者として尾辻さんは日本で初めてカミングアウトした議員ですから、これから同性婚とか選択的夫婦別姓の実現に向けても国会に行ったら大きな権力になると思いますと語っていました。ニュースを深掘り。というわけで、辻元代表代行が尾辻かな子元衆院議員の応援に駆けつけたということでしたね。辻元代表代行はこの地元大阪高槻市の大阪10区で2021年11月に行われた衆院選で、日本維新の会新人の池下卓氏に1万4000票の差で敗れ、比例復活もできませんでしたが、今回の応援で辻元議員が尾辻かな子さんにバトンタッチをと発言したことには、バトンタッチ違うよ。辻元は前回衆議院選挙で小選挙区復活比例でも有権者からノーを突きつけられて落選、その後の参議院選挙では大阪選挙区では勝てないから立憲民主党の全国比例名簿の上位にしてもらってようやく当選、だから引き継ぎではない、辻元は地元からまだ信任されてませんと、まさに
土星論の突っ込みがされていました。また、辻元代表代行といえば、2002年平成14年に公設秘書の給与1870万円を国から騙し取った詐欺事件で逮捕され、有罪判決を受けていますが、辻元は秘書給与を搾取して有罪判決になった人だ。そんな曰くのある人間が他候補を批判する資格があるとは到底思えない。それと世襲と批判しているが、どの候補者に投票するかを選ぶのは有権者だ。立憲民主党の参議院全国比例で当選したのも本人の資質ではなく、立憲民主党の名前で当選したに過ぎない。自分ことを棚に上げてはいけないと辛辣に批判されています。また今回の辻元代表代行をはじめ、立憲民主党の議員は自民党の世襲について徹底的に批判しており、野田代表も6日訪問先の岐阜県可児市の演説でも、次期衆院選で政治と金の問題とともに世襲が争点になると強調し、国会議員の世襲制限を進める考えを示しています。野田代表は演説で、世襲は見逃してはならない自民の政治文化だ。民主主義国家としておかしい。もっと優位な人材が地域にいるはずだが、世襲がこれを阻んでいると批判。いわゆる地盤、看板、ガバンを持たない候補者が選挙で不利な状況に置かれていると指摘していました。ただし、立憲民主党でも引退を表明した中村喜四郎衆院議員の茨城7区では、中村氏の長男が無所属での立候補を表明。長男は会見で、父の残したものや後援会が守り抜いてきたものがあるから、こういった形で挑戦できると述べ、地盤に支えられている利点を認めています。街頭演説後に、茨城7区の世襲について問われた野田代表は、党の公認ではない。無所属で出られる方を、党の公の言う立場ではないと、問題視しない姿勢を示し、対抗馬については、現時点で考えられないと否定しましたが、野田代表の自民党に対する世襲批判は、ダブルスタンダードとの批判を招きかねない状況となっています。主張の整合性について、20日、野田代表は、東京都内で記者団に問われると、立民の候補者らは世襲制限法案に賛同しており、自民とは全然違う。全然、同じではないと説明しましたが、他人を責める一方で、自分や仲間が同じことをする際は問わない姿勢こそが、国民に信用されない最大の原因だと思います。それなのになぜそれを認識できないのかが不思議です。世襲を批判するのなら、まずは自分たちの内部でその原則を徹底すべきです。そうしなければ、どれだけ他党を批判しても結局は同じだとみなされ、国民の信頼を得ることは難しいでしょう。野田氏もメッキが剥がれていく。自民とは全然違う。何が違う？統一教会、企業、団体献金、政治資金パーティー、不記載、公職選挙法違反、世襲などみんな同じです。もう少し政権交代に真摯に向き合ってほしい。口を開けば自民党の悪口ばかりで、前代表と何も変わらない。何のための代表選だった立憲も何も変わってないと、相変わらずダブルスタンダードぶりにツッコミが殺到しています。辻元代表代行はこの自民党と立憲民主党の世襲について、どのような見解をお持ちなのでしょうね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。また相手の批判からか。批判も必要だけど、まずは立憲民主党や候補者の目指す政策からなぜ入らないのかが不思議。
立憲民主党の古参にも署名で公安と言われた優秀な世襲の方がいますよね。火蓋が切って落とされるは御用。戦いの火蓋を切る。おは、戦いの幕が切って落とされる。が正当。予算委で、あれだけ、声高に大臣らを罵り、演説の回数も数知れずのはずが、国民の代表を足らんとする者には、正しい日本語を用いてもらいたものだ。また、くだらん批判しかしないのか。世襲候補が立候補することが良くないと決めつけるのがおかしい。世襲でも政治家としての実力があるなら何も問題がないだろう。詐欺みたいなことで有罪になった人が政治家やるって問題だと思う。あと比例とかの場合、そもそも求められてない人がなる可能性があるので、二軍として政治の権限は下げるべき。立憲は都知事選に二重国籍の説明をされないまま出馬された方と生婚、秘書給与について何も語らない人がいなくならない限り投票しません。前回の衆議院選挙で落選されたのにバトンタッチというあたりも地元民を見ていないということではないでしょうか。酒屋けど辻元さんの声を聞くだけで気持ちが落ち込む。ネガティブなことしか言わないから、もうテレビに出てるだけで買えるし。批判を取ったら、この人には何が残るの？地元高槻で演説されているのをよく見かけます。内容は、ただただ、批判、個人攻撃が多いので、聞いている子供たちの教育にも良くないと思います。過去に、秘書給与を国から騙して受け取れるモラルしかない人間から言われても響きません。お前言うかな？立憲にも世襲議員は相当数存在すると思いますが、自党の世襲議員はぶった切らないのですか？やはり他人には厳しく、身内には優しくが当時の立憲だけあると思います。辻元清美は、旧統一教会の勉強会に本人が出席している。検索すればすぐに出てくるのに、立民は内部調査しない。秘書給与の天引きで議員辞職しているし、関西生コントの癒着。単なる世襲を批判するのとは、全く意味が違う。この人たちって本当に分かってないよね。政権変われば、日本が変わるって思ってる人はほとんどいないよ。だから、マシな自民党が選挙で勝つの。辻元のおばはんの後継ってだけで、そりゃダメだろう。前回高槻、そして島本の有権者に復活もできないぐらいの民意を叩きつけられた辻元のおばはんの後継も復活もできないだろう。なんだか、そこらの近所にいるおばちゃんの井戸端会議での愚痴レベルの話くらいにしか思えない。しかし国民が政治家の口から聞きたいのは新しい提案であり他者の批判ではない。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？辻元議員、ご自身の地元での評価を忘れてしまっているのでしょうか？自分で言っていて恥ずかしくないのでしょうか。いつものことですが、他人を落とせば自分が持ち上がるわけではないので、応援ならばその人物がいかに国に必要かをアピールするべきではないでしょうか。持ち上げるところがない候補なのでしょうね。介護やってて、世襲じゃないは別に、政治とはあまり関係ない気がしますし、何年も議員していても比例でしか受からない人間の言葉なんてあまり響かないですね。まあ、ブラックがグレーを批判してもといったところでしょうか。いずれにせよ、万年野党の立民の姿を象徴する辻元参議院議員は、なぜか党役員幹部だが、静かにしておいてほしい
そう思わずにいられないのは私だけではないはずです。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。